ザフィーラ。ビータか。わからないよ。目が覚めてからずっと痛くて怖くて寂しいんだ。守りたいものなんかないのに戦わなきゃならない。大切なものができたって主の気まぐれで奪われる。これは昔のビータの心の底か。闇の書時代の出会った人も死んでいく。いつだって壊して殺してばっかりだ。そんなのもう終わりにしたいのに終わらないんだ。どうすれば終わる？どうすれば救われる？苦しいんだよ。ザフィーラ、助けて。大丈夫だ。今助けてやる。終わらぬ悪夢を終わらせてやる。辛かったな。もう大丈夫だぞ。なんだか楽になってきた。目を閉じてゆっくり眠れ。うん。なあ、目が覚めたら苦しいの終わってるかな。ああ、優しい主と家族がいる。友達もな。大切なものも守りたいものもたくさん持っている。へっ、本当かよ。信じられないけど、そんな未来が来たらいいな。大丈夫だ。お前はちゃんとそんな未来を生きている。未来か。守護の獣として主や仲間の未来を守るのもなすべきことのうち。この拳がどうか未来を開き心を守れる盾とならんかと。ザフィーラ、最後の反応を見つけたわ。あなたのすぐ近く。わかった、すぐに向かう。気をつけて、この反応は